我々の全身30兆の細胞はかようにして流れ回っている赤血球、白血球から硬い骨や毛髪の先端に至るまでも、我々が感じている意識の内容をそっくりそのままの意識内容を、その一粒一粒ごとに同時に感じ合って意識し合っているのだ。目の玉ばかりで物を見ることはできない。耳ばかりで音は聞こえない。その後ろには必ずや全身の細胞の判断感覚がなければならぬ。同様に脳髄が脳髄ばかりで物を考えたり感じたりすることは不可能である。その後ろには必ずや全身の細胞相互の主観客観がなければならぬ。さもなければ人間の脳髄は銀膜と慣習をなくした活動写真機と同様の無意義なものになってしまうのだ。しかもその脳髄によって仲介された全身の意識の反射交換作用の敏感なことというものは誠に驚くばかりである。